すすめアピア広報室、アピア広報の中井です。今回はこちらのアルゴ160、こちらをご紹介したいと思います。これまでにも実況動画を何本か出してるんですけども、発売まで約1ヶ月を切ったということで、今回改めてご紹介したいと思います。カラーラインナップについてもいろいろ解説していきたいなと思います。よろしくお願いします。では開発の高橋に聞いていきたいと思います、はい、アルゴの160が完成しましたけども、はい、テストなりをする上で浜本さんと一緒に作ってこられたと思うんですけども、浜本さんの理想とするアクションを出す上で何か難しかったところとかってありますか？浜本さんが理想としてたのがオリジナルのアルゴ105と同じ使用感、はい、同じアクションで使える 160mm サイズのルアーっていうところで、はい、160mm にすると、まあ、ボディサイズも上がって上と上がった分、うん、105のアルゴと全く同じ使用感で、はい、同じアクションで活動がやっぱ一番苦労した部分かなと思いますね、はい、重いのにあれだけ軽快にドッグウォークが出るようなルアーっていうのに仕上げるのが結構大変だったかなと思います、うん、ボディサイズが上がった分、はい、それなりにウエイトも乗せなきゃいけないんですけど、うん、中途半端にウエイト入れちゃうと水面でドッグウォークする、はい、まあ、いわゆるトップウォータープラグみたいなので、うん、アルゴの特徴である水面直下だろう、うん、そうですね、水面にちょっとボディ入れてドッグウォークさせるっていうのは、まあ、できなくなっちゃう、うん、で逆にウエイト詰めすぎると水中に潜りすぎて、はい、水面が50センチくらいでドッグウォークするみたいなトップじゃねえじゃんみたいなトップじゃないところで、まあ、その浮力の調整です。浮力の調整イコールアクションを出すっていう部分にもつながってるんですけど、一番苦労したのは、まあ、浮力の調整ですかね。自分もこの完成に近いアルゴの160を手にして実際現場行った時に、この手のルアーにしてはかなり飛距離が出てるなと感じたんですけど、まあ、飛距離が出るっていうところで飛行姿勢がかなり安定してるように見えたんですけど、この姿勢を出すために何か工夫されたところとかってありますか？ここら辺に重心移動するウエイトがここに入ってて、頭のちょっと後ろぐらい、そうですね、うん、これが1個だけなんですよね。ここだけすごいでかい球を入れてて、それがもう綺麗にここら辺ぐらいまでキャストするときはここまで来るんですけど、はい、その1個だけでかい球を入れるっていうのが、まあ、飛距離のアップにつながってるのかなと。2個とか3個で、まあ、後ろまで飛ばすみたいなのもあると思うんですけど、はい、1個だから、まあ、綺麗にスッと行く、うん、途中でこうガチャガチャってなって変なところで止まったりとかして、はいはいはい、ところで大きいのを入れたところが、まあ、飛行姿勢が良くなったり、まあ、飛距離が良くなったりに、うん、つながってるかなと思いますね、はい、1個でかいっていうのをウェイトでアクション出したり浮力を調整したりするっていうのは結構難しかった部分ではあるんですけど、うん、まあ、距離もアクションも、はい、そうですね、もうかなりいい感じで仕上がりましたもんね。散々お待たせをしました。アルゴ160、この秋各ボードゲームおかっぱり含めて投入しまくって釣りまくってきたわけです。先日はね、村岡正則さん、マサチが番組のロケでこの160を使ってブリですけど11キロでかいブリ、そういう青物の誘い出し、おかっぱりでのブリ11キロ、まあそういうのもキャッチしてもらったりとかして、使い方は映像で見てもらって動きスプラッシュ&ダイブ、まあ、こいつの持ち味でもあるカップから来るスプラッシュ、スプラッシュを上げてからの水中ダイブで急浮上、最初の設定いい感じにできたと思います。ダイブからのファーストで水中で誘う、この音かな、ストレートっぽいので、ストレートっぽいので、ちょっとダイブして水中で S 字を描く感じ、ちょっと速い感じかな、ただ巻きや。なんかアルゴのほら前を水が盛り上がってへん、前書いてるんじゃなくてアルゴさんの顔の前をこう普通トップで切ってるやん、完全に浮いてるからな、ではなくてアルゴさんの前のカップがモコって、水がモコってほらアルゴの上を通ってるやろ、夜の落ち合いただ巻きチャラ性、こんなところでやったらもう巻くだけでバコンで出るね。もう何を言うてもやっぱりこのスプラッシュやな、ジュボジュボジュボ、移動距離の少ないこれ、ほらなんか泡の
泡が出た近辺にプラグが、今はちょっと大きくもできるし、ちっちゃくもできるし、意図的にテーブルターン、よし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 、なんかこうなってやってたらガバッと出はんねん。じゃあ続いてカラーラインナップですね。全12色ちょっとずつと説明していきたいなと思います。1色目じゃん、はい、超定番のサマーナイト、はい、はっきりパールじゃなくて、はい、ちょっとぼわっとしたというか、うん、ちょっと透け感のあるパールになってて、自分結構このサマーナイトでよく釣れてるいい思いがあって、で月の明かりがない真っ暗なところでの、まあ、トップ含め身の含め結構魚からのバイトはもらってるかなっていうのがありますね。カラーとしてもパールの感じすごいいいかなって僕は個人的に思ってて、パール使いたいところでは結構選んで使ってる。そうですね、自分もナイトゲームで結構いい思いはしてるカラーですね。コロ系のカラーに釣れた魚とかにも結構有効で反応してもらえてるのかなとは思いますね。続いてギンギンコの白、はい、ギンギンコの白、はい、パッと見ボラやんって感じですけどナチュラル系のカラーとして、はい、ラインナップに加えてて、この160のサイズだったら、うん、まあ、稲子でも釣ってもらえると思うんですけど、まあ、この白っていうところで、はい、まあ、ラインナップに変わってますね、はい、まあ、秋口の稲子、この白、まあ、何でも合わせやすいというか、どの季節のベイトパターンにも合わせやすくて、サイドがシルバーベースのレンズホローということで、まあ、フラッシングのアピール力も高いですし、どこに行くのにも1個欲しいカラーですよね、まあ、ド定番カラーですね。本当にトリプルチャートフラッシュ見ての通りアピール系カラーですね。釣り人から見ても背中がそうですね、うん、魚から見たらお腹がチャートになって、うん、姿勢がまあロールみたいに入った時に、はい、横のメッキ本がまあキラキラって光るんですかね、うんうん、デーゲームではもちろん効果的だと思いますし、うん、まあ、ナイトゲームとかでもキラッとね、光って魚にスイッチ入れることもできますし、そういうライトがないところでもベリーの部分がもうチャートなんで、魚からも発見してもらいやすいのかなとは思います。じゃん、ナチュラルブルーです。ナチュラルブルー、はいこれはアルゴの160柄の新色ですね。アピアでは結構カラーラインナップの中に入っているスーパーナチュラルという色の、まあ、派生系っていう形ではないですけど、まあ、それに似たような感じの色ですね。スーパーナチュラルと同じようにサイドの下半分がホロになってて、はい、上半分がクリアになってて、お腹の後ろ側がクリアになってるんで、はい、サイドから入った光がここから乱反射して抜ける感じになってます。これはデイゲーム向きのカラーかなっていうイメージですね。太陽がガンガン照ってる時に使ってもらいたいカラーかなと思います。こちらも新色のマットボラですね。マット系の色になってて、中年ベイトのボラをちょっとモチーフしたカラーにはなるんですけど、結構お腹の部分は結構はっきりパールが入ってるんで、月明かりがない時、パール系でアピールさせたい時とかにはいいのかなとは思いますね。あとは秋口のカビボラって言われるシーズン、稲子がちょっと白くなってくる時期があるんですけど、まあ、そういう時とかには結構有効なカラーじゃないかなと思っております。ピンクバックキャンディー、ピンクバックキャンディー、ド派手カラーでございます。はい、このカラーはまあちょっと自分が欲しいということで今回カラーラインナップの中に入れてもらったんですけど、サイド部分はシルバーのマグマホロにキャンディー系の色を入れてもらった形ですね。で中がピンク、アングラーから見て、まあ、視認性が高い色を入れておりまして、ベリーにはオレンジを配色してる感じですね。まあ、そのオレンジベリーっていうところが常夜灯の特にオレンジライトのところで、まあ、かなり効果的だなと自分は思っていて、サイドのキャンディ部分は、まあ、ぼやっとさせるのではなくて、まあ、結構はっきりとキャンディを入れて、うん、アピール力をまあ最大限まで上げたいなと思ってこの色にしました。まあ、社長にはちょっと派手すぎてね、下品キャンディとかって言ってましたけども個人的には好きな色ですね。これはめちゃめちゃアピール強い、ね、はい、あ、なんでまあ後輩から魚を呼びたい時とかにはいいんじゃないかなと思います。続いてドチャートですね。大人気、うん、こういうトップウォーターでは一番人気なんじゃないですかね。そうですね、もう欠かせない色にはなってますね、うん、アピール力っていうところで広範囲から魚を呼んでこれる、うん、でデイでもナイトでもアングラー側から見やすいっていうところがまあ一番支持されてるところじゃないかなと思います。アピールからがナイトっぽい。そうですね、全然デイでも出ますし、出ますもんね、うん、出てるシーンも何回も見てますもんね。まあ、それぐらい、まあ、魚にとっては有効な色だと思いますし、まあ、このカラーでしか出せない魚ってのもねよく聞くんで、一つは持っていていいカラーなんじゃないかなと思います。はい、
じゃん、チャートバックステインって色になってます。背中がチャートで、アングラー側から見やすい色、サイド部分はシルバーベースのレンズホローと黒い点があって、ちょっとイワシみたいな感じになってます。お腹の部分が茶色っぽい色 でお尻に向かってちょっとクリアになっていくような色ですね。デイゲームでもナイトゲームでもとりあえず一色で全てこなすのにどういう色がいいかなって考えた時に、自分の中で思いついたのがこういう色だったんですよね。トップゲームってどういう動きをしているのか、アングラーが操作しながら見えるっていうのが一番重要だと思うので、背中はチャート一色で、デイゲームではアピール力を出したいところで、シルバーのレンズホロー、この白でもイワシでも全て対応するちょっと黒い点入れたり、お腹はちょっと茶色で水に馴染みやすいような色にしてみたっていう感じですね。デイでもナイトでもどこでも使ってほしい色になってます。ナイトメアです。マット系のブラック、ブラック系がラインナップに欲しいよねってことで、オリジナルの105でも入ってますし、160でも採用してるって感じですね。全身マット系のブラックなんですけど、頭側にワンポイントの印を吹いてて、近くで見ないと分かりづらいんですけど、背中側とお腹側に青色の細かいラインを入れてます。頭のワンポイントの白はもう完全に視認性のためって感じですかね。特に夜黒だと見えづらいですもんね。これで、どこにあるか見て、って感じですね。月明かりがないタイミングだとか、頭濁ってるタイミングに有効なカラーじゃないかなと。シルエットはっきり出す、そうですね、黒ラインナップの中には必要なカラーですね。全体的にパールで、一部レッドヘッドっていうほどじゃないんですけど、高いのが入ってるって感じですかね。特にサイドと背中等に、ちょっと銀色っぽい細かいフレークを入れてるっていうカラーになります。光当てないと分かんない。ちょっと特殊なんですよね、この色が。光を当てるとこう緑っぽく光るんですけど、ちょっと他のパールとは違う色の出方がするって感じですよね。太陽の紫外線が当たると緑っぽくというか青っぽくというか、このパールのホワイトカラーは想像できないような色になる、ちょっと不思議な色ですね。もちろんナイトゲームではもうこのパールホワイトとして使ってもらったらいいと思いますし、デイゲームではね、変化球的な感じで使っていただけた色ですね。続いてハマーチャート。ハマーチャート、105の方ではラインナップにはなかったんですけど、パール系もうちょっと欲しいかなというところで160では入れてます。大きいしたパールではなくて、ちょっと薄めのというか、そうですね、透け感のあるパールになってて、透明なマグマホローのシートが貼ってあるという感じですね。背中がチャートになっている。アングラーからの視認性も良くて、そうですね、隅仕様の時ですね、特に有効なのが、ぜひ使ってもらいたいカラーですね。じゃあラスト、ゴールドこの白です。ゴールドこの白、高橋さん一押しのカラーみたいです。上側がゴールドで、下に行くにつれてちょっとメッキっぽい色が、でお腹がパールになって、背中がこれ茶色というかネイビーというか色になってるっていう感じのカラー、視認性を高めるために頭側にチャートが吹いてあるっていう感じのカラーですね。東京湾ではこの白パターンの時に金ゴールドがいいっていうことで、東京湾の水とも合うんじゃないかなと。そこまでクリアじゃない、ちょっと濁りの入ってる東京湾で有効ということは、全国どこでもちょっと濁りの入ってるとことかだったら、この白パターンに限らず有効だと思うので、そういう状況でぜひ使ってもらいたいカラーの一つですね。以上が全12色のカラーラインナップとなっております。最後に改めてスペックをお願いしてもいいですか。アルゴ160という名前の通り、全長、頭からお尻までが 160mm になってます。重量が 48g になってて、重心移動が入ってます。フックが2号、シャープ2という、1、2、3、3つついてる3本フック、3本フックの仕様になってます。発売まで1ヶ月切りましたもんね。12月末ということで、すごく微妙な寒い時に発売となりますけど、全国的に見ても12月でまだこの白パターン続いてるねとこもあると思いますし、2月3月ぐらいから始まるところもあると思いますので、ぜひ発売されましたら使ってみてください、お願いします。よろしくお願いします。では今回はこの辺りで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。お願いします。